雨が降り始めています。神宮球場です。東京ヤクルトスワローズ対中日ドラゴンズのゲームです。解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。今日初先発のルーキーに当然期待をかけてますよね。そうですね、まあ、どういうピッチングをするのかもう非常に楽しみですよね。そうですよね、ぜひ注目してみたいと思います。さあスワローズ一打サヨナラの絶好の場面です。ここが勝負どころでしょうね。うん、そうですよね。さあどのような攻防を見せてくるのか。バッターボックスには上田が入っています。初球から打っていった、まっすぐ伸びていく、ワンバウンドヒットになりました。セカンドランナーはサヨナラか、サヨナラ、ホームイン、決めた上田、サヨナラのタイムリーヒット。なんという劇的な幕切れ。代打としてこれ以上ない結果を出しました。打ったバッターはもみくちゃ。ヤクルトスワローズがなんと劇的なサヨナラで勝利しました。小宮山さん、代打の一振りで勝負あり、ベンチの采配、監督の采配、ピタリとはまりましたね。まあそうですね、ああいう場面で打てるということが、まあ、本当に素晴らしいと思いますね。非常に興奮したそんなゲームでした。勝ったヤクルトスワローズ、サヨナラ勝ちという劇的な勝利をものにしました。一方のドラゴンズですが、痛い敗戦となってしまいました。ご覧のように今日のゲームはヤクルトスワローズが見事勝利を収めています。今日の解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで神宮球場から失礼いたします。